俳優やタレントとして活躍している柳葉敏郎さん。高い演技力はもちろん、親しみやすい人柄で、長い間多くのファンから支持されています。そんな柳葉敏郎さんに、最近存在が判明し話題となったイボ姉情報を調査。結局姉とは再会を果たしたの。姉は木佐潟に住んでる。姉は過去に秋田で接近してた。など気になる情報をまとめて紹介していきます。コンテンツ、ヒデ、ワン柳葉敏郎の姉の存在が話題。柳葉敏郎と姉は再会したの。三柳葉敏郎は姉とニアミスしてた。四柳葉敏郎と姉の再会は、木佐潟に在住で実はニアミスしてたって本当。まとめ、柳葉敏郎の姉の存在が話題。柳葉敏郎さんの家族について、実は、姉が存在したということが、2020年6月22日放送の、ファミリーヒストリー、NHK で明らかになりました。あまりに衝撃的な展開に、この放送はネットで神回と言われています。実は柳葉敏郎さんは、子供の頃からお兄さんかお姉さんが欲しかったらしく、姉が存在する、という事実がわかると、涙が止まりませんでした。嬉しいやらびっくりするやら、整理するのが難しい複雑な感情だったんでしょうね。まるで映画や小説のような展開に、多くの視聴者が驚き、感動し、涙しました。放送後、ネット上には、お姉さんが見つかって本当に良かったですね。家族の絆や運命のようなものを感じました。感動しっぱなしで涙が止まりませんでした。これから兄弟で交流を深めてほしいです。姉がいたなんてびっくりです。お姉さんとのその後が知りたい。などといったコメントが殺到しました。柳葉敏郎が姉の存在を知らなかった理由とは、柳葉敏郎さんの姉の名前は、瞳さんと言い、柳葉敏郎さんとは、腹違いの兄弟です。腹違いであるため、父親こそ同じですが、母親が違います。柳葉敏郎さんの父親、山田志郎さんは、柳葉敏郎さんの母親、和子さんと結婚する前に、別の女性、佐藤京子さんと婚姻関係にあり、長女、瞳さんを授かっていました。ちなみに、柳葉敏郎さんの母、和子さんは、後に山田志郎さんと離婚、別の男性と再婚したため、姓が柳葉に変わっています。柳葉敏郎さんの実父と母の和子さんが離婚したのは、経済的な理由からだそうで、子供には事情を告げなかったようです。事情が複雑であれば、腹違いの兄弟がいることなども伏せられたんでしょうね。一方の姉の瞳さんも、実父について詳しくは知らず、姓が山田ということしか知りませんでした。実父のルーツをもっと知るために、秋田県内の山田姓の家に電話をかけ回って尋ねていたこともあったそうです。柳葉敏郎の父親、柳葉敏郎さんの実父山田志郎さんは、フリーランスの画家で、美術展で何度も入賞するほどの実力の持ち主でした。主に秋田県内で映画館の絵看板を描く仕事を受け負っていました。山田志郎さんの作品は今でも何点か残っているようです。しかし、山田志郎さんは柳葉敏郎さんが8歳の時に亡くなってしまいました。柳葉敏郎と姉は再会したの。果たして、柳葉敏郎さんと姉の瞳さんは再会を果たしたのでしょうか。二人のその後について調べてみたものの、今のところ、瞳さんとの関係については明らかにされていないようです。番組の中でも瞳さんは顔出しをしておらず、詳しい素性は不明のままです。何か、新しい情報が分かり次第お知らせしていきますね。柳葉敏郎の姉画像をチェック。存在が明らかになった柳葉敏郎さんの姉ですが、一般人ということもあり、画像はありません。ですが、赤ん坊の頃の写真はネットで見ることができます。親戚の方に抱っこされている画像ですが、本当に可愛らしいです。柳葉敏郎は姉とニアミスしてた。
姉のひとみさんは、山田志郎さんとの離婚後、母親の京子さんと生まれ故郷の秋田県にかほ市木坂田町に住んでいました。姉のひとみさんは、実父の山田志郎さんが、38歳で亡くなっていたことを知らなかったとのこと。そして、山田志郎さんが再婚し、長男として誕生したのが柳葉敏郎さんという事実を打ち明けられると、驚愕するしかありませんでした。何でも、秋田のイベントに柳葉敏郎さんが出演した時に見に行き、柳葉敏郎さんのそばに近づいた時はドキドキしたほどの遠い存在だったとコメントしていました。これは泣けた、柳葉敏郎の姉の存在とエピソード。pic.twitter.com/cqio1jhac5 ブログママ、アットブログママ、February 6, 2024。まさか、有名人が自分の弟だなんて思いもしないですよね。合わせて読みたい、柳葉敏郎の自宅住所が判明。自宅画像が意外すぎて驚く人続出。柳葉敏郎の嫁画像が美人。子供の年齢と画像は、子煩悩エピソードがすごい。柳葉敏郎と姉の再会は、木坂田に在住で実はニヤミスしてたって本当。まとめ、今回は、柳葉敏郎さんの姉情報を紹介しました。こんなドラマみたいな展開って本当にあるんですね、何か、新しい情報がわかりましたら、またお知らせします。